ブヒョンタクと結婚、日本人妻さやさん幸せいっぱいのキス写真も。日本での挙式の思い出を続々公開。ミデイリー2023年8月8日19時9分。写真イコールさやさん SNS。 シムヒョンタクの日本人妻さやさんが日本で挙げた結婚式の様子を公開した。8月7日彼女は自身のインスタグラムを通じて、ついにシム氏の元へ行くんだというコメントとともに数枚の写真をアップした。写真の中の彼女はウェディングドレス姿で明るく微笑んでおり、真珠のネックレスとイヤリングは優雅さを強調した。また別の写真で彼女とシムヒョンタクは手をつないで歩いている。招待客たちは二人の結婚を祝いながら写真や動画を撮っている。最後の写真で彼らは永遠を約束しながらキスをしている。まるで映画の中のワンシーンのようで、二人は招待客たちからの祝福の中結婚式を終えた。この写真を見たネットユーザーたちは、美しい、結婚おめでとう、ウェディングドレスよく似合うね、お幸せになど彼らを応援した。シムヒョンタクとさやさんは18歳という年の差を乗り越え、4年間の交際の末に結婚式を挙げた。二人はチャンネル A、花婿修行などの番組を通じ、結婚の準備過程や日常などを公開して、視聴者から愛されている。彼らは7月8日に日本で結婚式を挙げ、8月には韓国で2度目の結婚式を挙げる予定だ。シムヒョンタク、18歳年下の日本人妻のさやさんと日本で結婚式、SNS に写真を公開。天使と共に、シムヒョンタクと結婚、日本人妻さやさん、ウェディング写真のビハインドカットを公開。本当に良い思い出も、と記事配信日時、2023年8月8日8時28分、記者、イェジュ。